プリウスアルファ。これ何年式なんだ？もう23年。前期です。このあれですか、グリルはどこかのメーカー品？AMS。AMS。ネットで買えるような。あ、そうです。これ全部自分でやったんです。あ、取り付け。あ、そうです。これはあれですか、カバー。これはカバーで、はい、中がイカリングの。あ、いや、打ち替えてあるんですか、ね、加工品の。へぇー。あ、本当だ、はい。見えますね、確かに。へぇー。あとはあのバンパーは、これはバンパーは、ハーフ、はい、ハーフバンパーユーロ、ユーロメーカーです。すごいね。にあのゴムのリップつけて、はいはい、あ、これね、はい、これだけでも低く見えますね。そうだいぶ。からホイールはこれどちらの、なんか珍しいですね、形状がね。あ、でもね、なんか安かったんで、これ珍しいですね。19インチ。はあ。だいぶあれですよね、大きいですもんね。これなんかスペーサーかなんかで。これスペーサーです。何ミリ？ワイド。ワイドですか？結構入れてるんですよ。20ぐらいですか？20キロ。20ぐらい。前が15とか。ああ、じゃあそれでぴったりくるんですか？あ、このピラーは？ピラーはブラックのメッキで。あ、ブラック。はい、あ、いいですね。ここも全部。浮きすぎないブラックメッキする。そうですね。メッキ全部消して。はい。ここも全部ブラックメッキで。あ、統一してるんだ。出して。あ、ここもそうですね。あ、そうですね。ね、そうですね。はい。スモーク、あ、本当だ。ライトのとこね。そうですね。へえ。これはよくと、あのトータルでね。これサイドは？やっぱあのフロントはどんなですか？メーカーはユーロで、後ろもリアもですね、はい、マフラーはほら、マフラーはあのマフラーカッターシルクブルー、あ、本当だ、つけてる、ありますもんね、出てますもんね。そうですよ。あ、ここもあれだ。そうです、これも、ね、これも AMS。 あ、いや、塊感が出ますよね。色がどっか浮いてるとこがないから、そこがやっぱまとまり感のね、はい、出るところ。これはもう純正なんですか？いや、これも同じ、このスポイラーは純正です。純正です。あれは純正じゃなくて、あ、ここにあるんだ。はぁ、すごいね。結構、おあ、こういう感じなんですね。シンプルですよね。全部やって。はあ。初めて見たけど、あ、こういう感じなんだ。これなんかあの、いろいろこうすぐ手に取れそうな配置にしてますよね。ね、そうですよね。はい、すごいな。でも本当にあれですね、ゴテゴテしてないっていうかね。そうですね。ペダルはこれどっちなの？これなんかすごいですね。デザインがなんともね。あ、でも書いてあるなんか。GT スペックって書いてます。どっかのメーカーのそういうあれですね。オートバックスかなんかで買ってる。両面テープ。あ、こういうのが売ってるんですか？社外で。車種専門で。これ最近の車に結構ねあるような感じの色合いですね。新しいですよね。